部屋の始まり始まり、プレリュードをお届けいたします。
が遊んでる間、僕手帳に起こしてたんだぞ。かくれんぼしたり。ハケのことは残った。い、よ。僕、白熊、モフちゃんだぞ。頑張れよ、この味方だぞ。みんなで仲良く遊ぶのが一番だね。そうだそうだ、まったくだ。発見を残った残った。い、子供たちも、地図、楽しく、学んでいます。お子様虐待、言葉も選んで、皆さんも励ましてあげましょう。先生も 100% 完璧ではありません。ありがとうございます。ご挨拶に笑顔も忘れず、日々邁進していますが、皆さんも優しくしてあげましょうね。そうだそうだ、まったくだ。もいっています。良い子の皆さんも、人や動物、お年寄りや女の人も大切に扱いましょうね。言葉は選んで、ちゃんと人に好かれるような話し方、言葉一つでガラッと受ける印象も変わってきます。あなた早くしなさい、早くしなさい。では子供たちも焦ってしまいます。ゆっくり自分のペースでできるときに練習もやるのが一番だと先生は思います。部活動も他の習い事も皆さん忙しい中、子供たちも少々疲れているときもあります。人に優しく励まして、あげましょうね。それではまた声かけて一緒に遊べば、ああ楽しい。その言葉かけられて、みんな笑顔。人権問題、社会を明るくする、人や備品も大切にしましょうね。それではまた、本日僕レモンがゲスト出演でした。それではさようなら。